皆さんこんにちは、遠藤です。今日のポイントはストップ高銘柄についてです。ということで今日の取引が終わりました。5月15日金曜日、今日日経平均の終値は2万37円47銭ということで、昨日比プラス122円69銭反発という形で終わりました。まあ、4営業日ぶりの反発ですね。朝方プラス圏、スタートした後ですね、米中対立懸念という、茶番のような形でですね、によるマイナス転換を、5番消化して、再びプラス圏へ浮上、結果2万円をなんとかキープして終えたということになります。まあ、週足で見るとですね、このような形です。陰線ということですね。安値高で切り上がってはいるものの、陰線ギリギリ2万円ということで終えたという流れになっております。で、まあ、結果的にですね、2万円をキープして大引けを迎えたということで、まさにですね、月曜日皆さんにお伝えをした内容、今週は2万円どころでの値固めの週になるのではないかということですね。まあ、この週になったということが言えます。しかしながらですね、ニューヨーク市場同様に、結構ボラがですね、1日のボラが、まあ、今日も昨日もそうですけども、ボラが高まっていますので、来週もしっかりと注意していく必要があります。来週の日経平均上下のメドは変わらずですね、円安のメドは75日線まで、さらにその上を行きますと2万1000円どころ、下のメドは25日線まで、さらにその下に行きますと一気に下がりまして、4月3日の安値、17,646円50銭までというふうに見ていきます。さて、ポイントに挙げましたストップ高銘柄についてですけれども、今日のストップ高銘柄は全市場を含めると26銘柄で、そのうちですね、特別会計範囲が継続して大引けストップ高をつけた銘柄は7銘柄で、それ以外のですね、銘柄のうち場中ストップ高をつけては剥がれないで、そのまま引けまで、大引けまで維持したものはたったの1銘柄のみで、残りの銘柄ですね、残りの銘柄のうち場中ストップ高をつけてから1度以上剥がれたということが言えるんですね。で、何が言いたいのかと言いますと、2つありまして、まず1つ目、一度ストップ高をこうつけたからといってですね、そのままの保持は大いに危険だということになります。皆さんおそらくデイトレードされていらっしゃる方がほとんどだと思いますけれども、デイなのですから、まず早めの利確をする、ストップ高で利確をする、あるいはストップ高剥がれたら1円下のところで利確をするというのでもありです。とにかく早めに利確をするというのが1つ。そしてもう1つ目、2つ目ですね、はストップ高から何度も剥がれて再びストップをつけることももちろんあります。あるんですけれども、剥がれたからといってまた上がるだろうと安値付近で買っていくのは大いにこれも危険ですので、やめた方が良いです。で、具体的にはですね、朝方もこの一気にこうストップ高つけた銘柄ですと、6067インパクトなどもそうです。5分にしましょうか。これですね、朝盛り上がって一気にストップをつけたということなんですけれども、その後ずる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 剥がれたと。例えば下がってきたから買った1550円で皆さん買ったとします。で、その後保持していれば結果的に下がって、それにも含み損ですね、1450円で大引けを迎えておりますので、まあそうですね、1000株買ったとしても10万円の含み損で来週を迎えるということになります。精神的にもちょっと嫌な気持ちで来週を迎える、これ嫌ですよね。またですね、3195ジェネパ、ジェネレーションパスですね、ジェネレーションパス、これの分足跡、これ朝寄ってすぐストップ高をつけて、結局そのままプラス圏じゃないですよ、マイナス圏までもう10何パー、20、20%ぐらい上げてからの一気にマイナス圏で終えたという銘柄もあります。まあ、もしロスカットをしていなければですよ、ロスカットしていなければ大きな含み損になってしまいますので、必ず気をつけてくださいと。それでは本日はここまでといたします。皆様のチャンネル登録、あともしよろしければぜひいいねボタンですね、押していただければと思います。ご視聴いただきましてありがとうございました。来週もコロナに負けず頑張っていきましょう。それでは失礼いたします。